皆さんこんにちは、チャオ旅です。ただいま新大阪駅に来ています。今回の動画は真夏の東京ディズニーリゾートを快適に過ごそうです。本当はこの青春18切符を使って大阪から東京に行こうと思ってたんですが、夏休み期間にもかかわらず空いてるということなので、急遽新大阪駅から新幹線に乗って今日は東京ディズニーランドに行きます。暑っ。ちなみにただいまの大阪の気温は34度です。それでは東京ディズニーリゾートに出発。なおさんは今仕事が終わって新大阪に向かっています。改札内で待ち合わせです。今日は自由席に乗車します。夏休みの日曜日、とっても人が多いので新大阪始発の新幹線に乗車します。無事にナオと合流でき、自由席にも座ることができました。今回は真夏のディズニー、私たちなりの暑さ対策を紹介していきます。まずは必需品、日焼け止め。左から飲む日焼け止め、持ち運ぶ用の小さい塗る日焼け止め、顔メインの日焼け止め。右2つはスプレータイプ、タオルを凍らせるものやドライシャンプーです。こちらも夏の必需品。いつも使っているギャッツビーのスースーするやつや、頭皮まで拭けるドライシャンプーシート。冷蔵庫に入れとけばもっと冷たくなるヒヤタオル。続いては水分と塩分補給。パーク内では水分補給がとっても大事。しかし毎回買ってしまうとお金がとってもかさむので、ボトルを持っていきます。パーク内、レストラン内には至る所に冷水器があるので、マイボトルがとっても便利。続いては少しでも深部体温を下げようグッズ。アームカバー、扇風機、クールリング。クールリングは保冷剤があれば何度も使用できるので、保冷剤とともに二重にした保冷バッグで保管します。待ち時間で必要な日傘、突然のゲリラ豪雨や濡れるアトラクションで使えるポンチョ、びしょ濡れマックスでカバンを守るためのビニール袋も忘れずに。最後に一日外のパークで遊んだお顔のケアにフェイスマスクを持ってきました。私たちの真夏のディズニー対策はこんな感じです。皆さんもぜひどんな対策をしているのかコメント欄で教えてください。ここで私たちはまだディズニーのチケットを購入していないことに気づき、急いで購入していきます。本日は日曜日、休日は3時から少しだけお得に入園できるアーリーイブニングパスポートがあるので購入していきます。夏は1日遊ぶと暑いので3時から遊べるのは嬉しい。なんとアーリーイブニングパスポート売り切れていました。予定が決まっている方は早めに購入した方がいいかも。本日は日曜日のため15時から入園できるアーリーイブニングパスポートが使えます。まあ私たちは購入できませんでしたが、夏は結構おすすめです。というのも真夏のディズニーの大敵はやっぱり暑さ。ショーパレも熱キャンになることが多いんです。ディズニーもその対策として屋外のショーパレは夕方のスケジューリングなので、休日の15時から入ればほとんどのショーパレが体験できます。明日は1日ディズニーシーに行くので、あまり無理はしたくないというのも本音。暑さは体力奪いますからね。というわけで検証。夏休みの日曜日15時からどれだけディズニーランドを満喫できるか。それでは出発。横にはアーリーイブニングパスポート、15時から入園される方が並んでいます。私たちはワンデーパスポートを購入したので正面から入ります。はい、15時東京ディズニーランドに入園しました。入園してすぐに3つのショーのエントリー受付をしていきます。エントリー受付すべて外れましたので、アトラクションを楽しむことが決定いたしました。1万円近く払ってこれはね、よくない。よくないね、これ。まず
15時10分から本日最後のベイマックスのミッションクールダウン、それに行きます。これ1日3回やけど、このアーリーイブニングで入ったら最後の1回は見れるので、それを体験してきます。これは多分人が多く集まってるとこがより濡れるんやろうな。何にも調べずに来てるだって急遽来たんやもん。来るつもりじゃなかったから。どこで見ますか、この辺。荷物頑丈に。のミッションを完了しました。もうびちょびちょやね、この辺も。というわけで今からもう濡れた勢いでスプラッシュマウンテンに行きます。 DPA は販売中になってますが、35分待ちなのでこのまま行きます。その前に水分補給、トルバドール多番でスパークリングドリンクマンゴー&レモンをいただきます。ドナルドだ、飲んでみて、感想を教えてください。うん、美味しい？うまい。マンゴーの風味と、サクサク感。うん、何これ。気を取り直してクリッターカントリーにやってきました。毎年恒例になってきたスプラッシュマウンテンのびしょ濡れマックス、滝壺に飛び込む時の水のかかる量がいつもより多いんです。どんにいっぱい食わせるなんてやつにとっちゃ朝飯前じゃ。結構濡れましたが、乗ってる間にすぐに乾いちゃいました。顔面がとにかく濡れるので髪の毛がボトボト。出ました、一番恐れていた恐怖の熱キャン。17時15分から予定されていたお昼のパレード、ハーモニーインカラー、略してハモカラが暑さのため公演中止になってしまいました。そういうこともあるってことやね。そうやね、まあ、夏に来るっていうのはそういうことない、そういうリスクもあるっていうことを分かった上で来ないといけないね。ってことはアトラクションにいっぱい乗れるっていうことで。
この後はちょっと早いですがご飯を食べます。社員のボイジャーにいつもはオープンの時に鳴らされるドラを叩かせていただきました。チャイナボイジャーでは季節によって変わるボイジャーセットとレギュラーメニューであるチキンとエビの白湯麺を頼みました。今回のボイジャーセットは冷たいメニュー、ローストビーフの冷やし豆乳担々混ぜそばくるみ入り、しっかり混ぜていただきます。いつものごとくいろんなメニューを食べたいので2人で分け分けして食べます。いつも行列のチャイナボイジャー、やっぱりこの日は空いていてすぐに美味しいラーメンをいただけました。座席にも余裕があり涼しいお部屋でゆっくりと過ごせました。チャイナボイジャーの近くには給水スポットがいくつかあるので水もしっかり補充しておきます。このチャイム死ぬほど持っとるな。バケーションジャンボリーが復活したカントリービアシアターに行きます。さあさあ、いよいよだね。ハウディー皆さん、バケーションジャンボリーにようこそ。昔キャンプで着た T シャツどうまだ着れるでしょう。大好きなカブリーだよ。I'm singing in the rain, just singing in the rain. B-A-C-A-T-I-O-N 楽しみだ。待ちなんだって、ビッグサンダーは。おう、ビッグサンダー行く？今じゃない。今じゃない。じゃあシューティング。ギャラリーは5分待ち。じゃあシューティング。じゃあシューティングで。はい。6時半ごろになると日も落ちてきて過ごしやすい気候になってきました。この日は夕方になってもアトラクションの時間は5分待ちが目立ち、長くても35分といったところ。とても夏休みの日曜日とは思えません。ハチミツドロ。
なみに見とみは20分待ち。おお、いいね。一回トゥーンタウンやっとこうか。びしょ濡れやらない。というわけでトゥーンタウンにやってきました。行ってみよう。だって行こう。今日のミッキーは何の映画の撮影をしているのでしょうか。ムービーバーンにほうきくんがいるということは、そう、弟子くん。19時40分です。20時からイーパレやから、なんかもう一回もう一個乗っときたいけど、でもちょっと作戦があるね。そう、バズと、はい、スモアと美女と野獣に乗りたいのね。3つ。そう、はい、で先にイーパレの出てきたところで見て、その後スモアに乗って、はい、そっからスモローランドに移動するか。これどうでしょう。やってみましょう。やってみましょう。あ、でもあと20分あるのもったいなくないって思っちゃう。結局スモアに乗ることにしました。先にスモアに乗りたかったのは9月17日で一旦休止するので、多分9月17までには来ないかな。ので来ない、ね、来ないから乗っときたいということで、なんかアベンジャーズマーベルが追加されるのね。そう、というわけで5分待ちなので、イーパレが始まる前までに終わればいいな。全然人いないんだけど。全然人いない。これが日曜日の、夏休みの日曜日のディズニーでしょうか。作戦成功じゃない？スモア乗って入り口のところでイーパレ見て、今からバズに向かいます。2024年7月31日をもってクローズしたスペースマウンテン、リニューアルされる2027年までは少しの間お別れとなります。ではこの後10分待ちのバズライトイヤーアストロブラスターへ。
日も落ちて日中よりは涼しくなりましたが、まだまだ大活躍の暑さ対策グッズ。プラネット Z で合流しよう。私は作戦指示を完了させてすぐに後を。20分待ちです。素晴らしいです。もう普通にお城直行じゃん。ほんまや、やったー。今日はよう並んでも 2,30 分やね。うん、美女と野獣のアトラクションを乗り終わり、まだ時間があるので最後のアトラクションへ向かいます。ジャングルクルーズでしょ。オッケー、左です。お待ちしておりました。ヤカさん、いってらっしゃいませ。こんばんは、ヤカさんはジャングルクルーズの5分の手番です。起こるか分かりません。はあ、なんだか不気味なところに来てしまいました。一体ここどこなんでしょう。あそこにいるのはセールスマンサム。実はこのお守り、彼らが買ったんですよ。今日はディズニーランドで15時から約6時間遊びました。3つのびしょ濡れプログラム、夏のひんやりメニューも堪能し、話題のアトラクションを含めた9つのアトラクションを楽しめました。パレードは一部熱キャンになってしまいましたが、思いのほか充実したパーク滞在でした。キャストさんによると、暑さとチケットの価格によりゲスト数が少なくなっていたようです。まだまだ暑い日が続きますが、パークへ遊びに行く方は暑さ対策をしっかりして楽しんでください。アーリーイブニングパスポートは売り切れることがあるので、予定が決まっている方は早めの購入をおすすめします。今回もご視聴いただきありがとうございました。明日は東京ディズニーシーファンタジースプリングスを楽しみます。チャウ旅では東京ディズニーリゾートはもちろん、世界のディズニーパークの動画も投稿しています。ディズニー好きの皆さん、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしています。また次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。